はい、今回の動画はですね、神戸にある神戸スポーツサーキットでカートをやってきましたという動画でございます。場所の方はですね、神戸の西区というところになっております。最寄り駅は、総合運動公園でですね、我々はですね、その後夜一緒に飲みに行こうということにしてましたので、総合運動公園からタクシーで、駅まで行きました。タクシー代がだいたい2000円ぐらいかかったというような感じでございます。はい、カートもですね、ヘルメットもグローブも全部レンタルできるので、基本手ぶらで行ってもですね、カートに乗れるという仕組みになっております。
やー久々のカート楽しかったですね。結局ですね、私は31周しました。1周ごとにね料金が変わってくるので、だいたいそうですね30周ぐらいしたら、割と満足できるような形でございます。6人ぐらい集まるとですね1人1万5000円ぐらいで、レースとかもできそうなので、今度ちょっとそういうレースにも挑戦してみようかなと思っております。1時間貸し切りで、土日で8万8000円ですね。はい、ということでですね、来年2月ぐらいにレースしてみたいなと思っております。はい、あとですね今回、撮影に使用したこちらインスタ360 1X2 っていうカメラなんですけど、こちらめちゃめちゃいいですよね。今回から防水機能もついたみたいです。バイクでツーリングとかですね、自転車でですねロードバイク乗ってる人とかですね、本当に自分を撮ったりですね周りを撮ったりですね、あるいは仲間を撮ったりしてですね、行くのにすごい、いいカメラじゃないかなと思っております。というのもですね、このカメラの向きを、いちいち変えたりしなくてもいいという、まあとりあえず撮っとけばですね後編集でいくらにでもこうなるというようなカメラでございます。あと自撮り棒の部分がですね映らないっていうのもすごいメリットですね。空中から撮影しているようなですね映像も簡単に撮れたりしますので、おすすめでございます。はい、ではこのビデオはこれにて終了となります。また違う動画でもお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。